ライブの熱、まだ体中に残ってる。胸もまだドキドキしてるし、指先の震えも止まらない。すごい演奏しちゃった気がする。でもめちゃくちゃだったよね。みんなをびっくりさせちゃっただろうし。ラン、怒ってるかな？モカちゃん、大丈夫？先に楽屋で休んでてって言われたけど、心配で戻ってきちゃった。おお、すぐ。だいぶ息が上がってるみたい。飲み物買ってこようか？大丈夫、大丈夫。ライブの熱に、私も浮かされちゃったみたいで。久々に本気を出しちゃったよ。もうヘロヘロ。すごい演奏だったもんね。モカちゃんのあんな音、初めて聞いたかも。えへへ、なんだかめちゃくちゃやっちゃった気もするけど、ツグがそう言ってくれるならいっか。めちゃくちゃか。それは確かにそうだったかも。でもさっきのモカちゃんの演奏、3回戦の時のランちゃんみたいだった。振り向かずに、脇目も振らずに走っていくような音で、うまくは言えないけど、覚悟みたいなものを感じたよ。そっか、ランにも伝わったかな、私の覚悟。うん、きっと。よかった。それならめちゃくちゃやった甲斐があったってもんよ。モカちゃんはやっぱりかっこいいね。へえ、どうしたの急に。モカちゃんは自分で覚悟を決めて、それをランちゃんに音で伝えようって思ったんでしょ。私はモカちゃんみたいには伝えられなかったから。すぐだから、モカちゃんはかっこいい。それにね、私モカちゃんの演奏を聞いて、次はもっともっといい演奏がしたいって思ったよ。体はヘトヘトなのに、今すぐにでも練習がしたい気分。それはさすがにつぐりすぎですな。準決勝も決勝もいいステージにしたいよね。それでその次も、またその次も、私はアフターグローのみんなとステージに立ちたい。解散なんてしたくないな。うん、私たちはこれから先もずっと最高の演奏を更新し続けてこうね。ずっと。モカちゃん、うん、絶対。そのためにもアフターグローはなくさせない。ツグとも今約束したし、私はこれからもランの隣でずっと一緒にアフターグローを続けたい。一緒にもっと遠くの景色を見に行きたい。だからラン、ごめんね。こんにちは。これはまた奇遇ですな。こんにちは、モカちゃん。どこか遊びに行く途中？いえ、気ままに散歩中です。今日は練習があったんですけど、明日に備えて早めに切り上げようってことになって。あ、明日は GBT のベスト8戦だもんね。はい、だから家でゆっくりしようかななんて思ったんですけど、気づいたらこの辺りをお散歩しちゃってました。大切なステージの前日だし、気持ちが落ち着かないのかもしれないね。そういう時は気が済むまで体を動かすと、意外と夜しっかり眠れたりするよ。なるほど。
ならもういいってなるまで歩いてみようかな。明日は本番だし、ほどほどにね。そういえば、演奏の方はどう？いい仕上がりになった？そりゃもう、すごくいい感じです。練習もいっぱいやりましたし、みんな気合十分ですから。じゃあ、心置きなく本番に臨めそうだね。モカちゃん、どうしたの？もしかして、何か心配事？心配事っていうか、気になることっていうか。気になることか。もしよかったら聞いてもいい？明日のライブをきっかけにいろんなことが起こるような気がして、うまくは言えないんですけど、絶対にライブ前の私たちと変わっちゃうと思うんです。でもそれでも覚悟はもう決まってるんで。そっか、モカちゃんの中で気持ちが決まってるなら、あとは進むだけだね。以上、モカちゃん真面目モードでした。いやー、やっぱり真面目なことを言うとお腹が減りますな。これは山吹ベーカリーのパンで栄養を補充しないと。散歩ついでにちょうどいいかもね。でもそっか、何かが変わっちゃうかもっていうのは不安だね。でもモカちゃんは覚悟キメキメなので、明日は最強のモカちゃんを見せちゃうぞとも思ってます。その調子なら明日の本番もきっと大丈夫だね。たとえどんな風に変わっても、私たちはモカちゃんとアフターグローのことを応援してるよ。ありがとうございます。 GBT のベスト8戦、期待しててくださいね。